母眼レンズは他のレンズと決定的に異なり、歪曲が前提になっています。母眼レンズに限って歪曲は収差ではありません。そもそも遮影方式が全く異なります。通常の遮影、等間隔遮影。通常のレンズでは、半画角、オームで入射する主光線と、増光ワイダッシュの関係は、ワイダッシュイコール、F、タンジェントオーム、であり、これによって被写体と相似形の像が得られます。しかし、母眼レンズの場合は、被写体と相似形の像を得ることを考慮していません。対角線母眼と、遠像母眼に大別される上、遮影方式が4通りあり、それぞれ、式が異なります。等距離遮影、ワイダッシュイコール、F、オーム。大部分の遠像母眼レンズは等距離遮影で、増光はシンプルに入射角に比例しますから、入射角が2倍になれば、増光も2倍になります。入射角が等間隔だと、像も等間隔になります。冒頭の図のフィッシュアイニコール 6mm、F2.8 もこのタイプと思われ、画角は180度どころか220度もあります。正遮影、ワイダッシュイコール、F、サインオーム。正遮影は入射角の制限、サインに比例しますから、このように作図できます。非常に特殊なタイプで、用途も限定的ですから、一般的ではありません。等立体角遮影、ワイダッシュイコール、2F、サイン2分のオーム。対角線魚眼の多くは等立体角遮影です。等立体角遮影も制限に比例しますから、自分で計算して作図してみたら、なるほど正遮影とよく似た図ができましたが、正確さに自信がないのと、似た図を載せても仕方がありませんので、せっかく作図しましたが掲載は割愛しました。立体遮影、ワイダッシュイコール、2F、タンジェント2分のオーム。立体遮影は正接、タンジェントに比例しますので、作図するとしたら、交軸から90度、2分のオームだからタンジェント45の計算ができる補完は、通常の遮影とよく似た図になるはずですが、念のため作図してみたら、正遮影に似ていました。同じ理由で没です。この他、マクロレンズやシフトレンズ、反射式のレフレックスレンズなど、様々な特殊レンズがあります。また焦点距離を変えるテレコンバーター、エクステンダーや、クローズアップレンズ、各種フィルターなど、主レンズと組み合わせて使用するアクセサリーも豊富です。野鳥の進化と同じで、カメラの進化にも終わりがありません。可能性は無限にあり、文明が存在する限り、カメラ及びレンズ発展の歴史は、永遠に続くに違いありません。